生きた話し言葉を捉えるため、ついに日常生活丸ごとをコーパスにしてしまったという。話し言葉のコーパスを作りになったって聞いたんですけれども、はい、それでどういうことが分かるんでしょうか。そうですね、一人の人が発話しているっていう、そういうモノローグを対象とするコーパスっていうのと、うん、あと最近はもう日常生活の中で、私たちが家庭であったり、いろんな職場であったり、あるいはお外でお友達と、まあ、そういうようないろんな場面、いろんな人との会話を集めて、それをコーパスにするっていうのと、うん、今そういう形で話し言葉のコーパスっていうのを作っています。で、例えばですけれども、今コーパスですが、最初にお話ししたこのモノローグのコーパスは、この日本語に話し言葉コーパスというものなんですけれども、うん、例えばこれで、やはりというものを検索してみます、はい、でそうしますと11,746件のやはりが出てきて、このやはりというのがいろんな語の形があります、はい、やはりという、語彙層のところがあると、語形としてやはり、やっぱり、やっぱし、やっぱ、うん、こういう語形のものを同時に検索することができるっていう、そういう形になっています。で、高校研究所では話し言葉だけではなくて、書き言葉のコーパスも、うん、かなり集めてますので、書き言葉のコーパスでやはりの形を調べてみると、うん、例えば、政府が刊行している行政白書のようなものですと、かなり硬いものですから、やはりしか出てこなくて、100%、やっぱり、やっぱし、やっぱが出てきたらびっくりなんですけれどもやはり出てこないと。やはり出てこない、はい。その次に話し言葉コーパスで、これが学会の講演、かなりスピーチのスタイルが高いものですけれども、うん、やはりがかなり多い。ただやっぱりも出てくるんですね、うん、学会でもやっぱり、場合によってはやっぱもちょっとだけ出てきますね。それから模擬講演というのは、これ個人的な体験談なんかを語っているものなんですけれども、ですのでもうちょっとこうスピーチスタイルは低めになります。でそうしますとやっぱりがちょっと増えてくると、うん、じゃあ今度は日常の我々がこう普通に会話している時どうかって見ると、こちらになります、うん、青がないです、うん、やはりがない、やはりが一切ないということで、もちろんこれ50時間のデータ、今試験的に公開しているところで、完成版は200時間になるんですけれども、うん、まあ、50時間対象にした時にやはりが一件もない、で、やっぱりも多いんですが、やっぱもかなり多いですよね。もう半々とまではいかないですけれども、やっぱが相当多い。じゃあこれを例えば、どういう年齢の人が喋ってるのかということで、発話時の年齢とか、そういったものも出てきますので、それで見ることができるんですが、こうやって見てみますと、やっぱの形はやはり若い世代の人が多くて、だんだん少なくなってくる。で逆にやっぱりの形が年配の方は使う、でも日常生活でやはりは、まあ、ほとんど出ない。これもそうですね、このやっぱしっていう、やっぱしがここに来てるのがたまたまなのか何なのかっていうのが、私やっぱしって結構使うのかなと思ってたんですけれども、あまり出ないので、これもまた意外だなと、まあ、今後追求していかなきゃいけないところかもしれないですね。で、これはまあありがとうで、うん、ありがとうって単純に言うのか、それともありがとうございますっていうふうに、ございますを、まあ、ございましたの過去形ももちろんありますけれども、そういうもの、それからあざーすとか、あざーす、あいさいなーすみたいな、この若い方々が、言いそうなこう表現ですね。実際見てみますと、まあ、こんな感じで本当に10代20代の若者が、もう中心的で、50代以上の方々は、まあ、一切まだ使っていない少なくともこのコーパスでは現れていないということですね。そのうちこう、いくわけですね。そうですね、スライドしていくと今の20代30代の方々が年配になると、もしかしたら使うかもしれない、あるいは若者が使っているのを見て、だんだん年配の方々に広がっていく可能性もないわけではないですよね。ただ先ほどのこのやはりとありがとうを比べてみますと、やっぱの方は若者がかなり使うとはいえ、年配の方々も使っている、うん、でもアザースみたいなものはもう本当に若者しか使ってない、うん、例えばこういったことをコーパスを対象に調べることができるということですね。でこのありがとうを相手が誰なのか、会話ですから、相手が誰なのかっていうことで見てみますと、学校の場面や、あるいは職場の場面で先生や同僚にしゃべる時にはありがとうございますのございますが、で家庭の場合にはもうほとんどありがとうが中心で、あざーすっていうのはもう友人知人、
その若者が、アザースを使うとはいえ、さすがに先生とかには使っていない、あまり使っていないっていう、こういうところが分かるんじゃないかなと。家庭でも使わないんですね。ただ私着目しているのはこれなんですけれども、実は配偶者にはありがとうございますなんですね。あの場面見てみたら、あの奥さんからビールをもらうときに、追加のビールをいただくときにありがとうございますって旦那さんが言ってました。なんとなく想像できるので、すごい面白いなと思うんですけれども。